皆さんこんにちは、ワンダルエルビジです。今回は、信長の野望新世、徳川家康編、続きをプレイしていきたいと思います。秀吉とすでにですね、畿内周辺で戦争状態入っています。少し時間が空いてしまったんですけども、秀吉との戦いを中心に続きをプレイしていきたいと思います。というのもですね、実は、YouTube のチャンネル、このチャンネルがですね、バンされるという、事故が起きまして、結果的にはですね、YouTube の方に、異議申し立てというかですね、なんで消されたのっていうのを確認したところ、間違いだったということで、今ご覧いただいている通り復活してるんですけども、そういう、いざこざもあったりなんかしてですね、ちょっと、プレイ感覚が空いてしまっているので、ここからね、仕切り直して頑張っていきたいと思います。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。まずは金ヶ崎ですね。ここを取って北の庄、朝倉山、この二つの城を孤立させて、一気に北陸を掌握。その後、二条城付近で、秀吉軍と大決戦に及ぶと。そういう戦略構想を持って進めていきます。はい。坂本城近辺で一騎を先導することに成功したので、これを契機として、金ヶ崎城へ出陣をしていきたいと思います。では、全軍に出撃命令を出しましょう。出陣。目標、金ヶ崎。もう全部隊動員をかけていきます。余力を残していく必要は全くないですね。というのもですね、まず、北の上杉、これとは強固な同盟関係があるし、さらにもっと言うとですね、北条とも強固な同盟関係になるので、ここはもう全軍を持ってですね、一気に、秀吉を、粉砕すると。そういうね、作戦を、今まさに実行しようと。そういう状態ですね。では、これで OK でしょう。総兵力。なんと、21万。これほどの大軍を動かすわけですからね。しっかりと勝ち切っていきたいと思います。では、出陣です。わしに続け。で、部隊のそのうち一部はですね、もう坂本城の方へと、すでに動かしていってしまいたいと思います。仮にですね、全滅する部隊が、出てしまったとしても、それはそれで、陽動のための、ステイシということになってしまうんですが、それ以上のですね、成果を、取れればいいかなと思うので、一部はもう坂本城に直行してもらいましょう。で、坂本城で敵部隊と交戦。その間に金ヶ崎を落とすと。こういう作戦ですね。忠勝なんかももうこの際ですね、坂本城に向かわせましょう。忠勝が坂本城に向かうことによって、だいぶですね、食い止められる時間も長くなるんじゃないかという期待ですね。北の庄と朝倉山、ここ孤立させるのが目的ではあるんですが、一部の部隊は直接向かいましょう。北の庄と朝倉山にも一部部隊を早くも向かわせます。なんだったら同時に攻め落とすぐらいのね、それくらいの兵力投入しますので、一気に進めていきます。その他の部隊は臨機応変に進めていきましょう。表がね、ちょっと心配といえば心配ではある。さあ一部の部隊は、早くも朝倉山、金ヶ崎ですね。ここに取り付きました。上司は前の忠康ですね。さらに、ステイシにはなってしまうんですけども、坂本城、ここにも、水の隊が到着してます。これでね、しっかり足止めをしてもらいたいと思います。忠勝も到着しますね。その他、部隊を割いて、坂本城の攻略に向かいましょう。家康はこのまま、
予定通り、金ヶ崎、向かいます。わしではかなわぬか。さあ、行くぞ。腕が鳴るわい。では、ここで合戦へと突入します。何をすべきぞ。又兵衛が主力。まあ、数4戦、勝利しても威風なしか。であれば、ちょっと合戦を開戦するタイミングではないですね。むしろ家康、決戦するときは、秀吉あたりが出てきてるときがいいですよね。で、威風で周辺を一気に我が物とするというのがいいかなと思います。まあ、ゆえに、全部隊選択して、部隊を坂本城へと向かわせましょう。ここに秀吉がいる。よって家康の本隊は坂本城へ向かいます。榊原康政に種ヶ崎城攻めは任せましょう。忠勝がすでに退いてるというのが痛いかな。まあ痛いといえばですけどね。ではここで合戦に入りましょう。秀吉3万、家康5万。これは大将同士のまさに決戦ですね。まあ、忠勝が耐えてくれていたからこそ、まあ、作れた好機だと思うので、まあ、忠勝自体もすでに数があまり多くないので、あまり無理はさせずにですね、まあ、忠勝を、まあ、残す戦いをしていきましょう。では回戦です。ではここで改めて敵の布陣見ておきましょう。敵の右翼先陣、福島正則がいますね。あとは副将秀長、防御力94はさすがですね。まあ、はっきり言って強いと言っていいと思います。あとは、細川藤鷹ですね。これも強力だな。そしてもちろん、秀吉、すべてが100超え。これも恐ろしいですね。東堂高太郎も防御力94、攻撃92、機動110というね、化け物級の数字です。まあ、ただ、家康ももちろん負けてないですね。すべてにおいてバランスがいい。まあ、秀吉のすべて100超えという数字ではないですけど、十分強いと思います。そして、忠勝は攻撃力116と。これも申し分ないので、まあ、しっかりね、勝ちを取りに行きましょう。戦略というものを見せてくれ。皆、鉄砲を構えるのだ。ここ大注目の、忠勝と秀長の、決戦ですね。秀吉が動きましたね。左翼から進んできてるのが見えます。高津が撤退に追い込まれた。さすが秀長だな。ここ突破されると相当苦しいので、ここは石川数正隊を秀長にぶつけましょう。高台を確保しました。家康自ら先に進んだの回がありましたね。ここで敵を一気に削りましょう。大田隊も撤退に追い込みました。そうなるとですね、秀長が残っているので、この秀長の始末をつけないといけないですね。
秀長隊の撃破に石川数正隊を向けましょう。福島正則隊も本撃破に成功ですね。我が先方にて崩れるがいい。敵を退けるぞ。何をすべきぞ。我らが動く時ぞ。お指図を。敵の退路へ向かうぞ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。さあ、そして家康はですね、秀吉の後ろに回りましょう。攻撃する形を狙います。さあ、ここで秀吉と家康が、まさに直接刃を交える形になってますね。ここです。秀長隊も撤退させることに成功したので、これでもう形勢はほぼ決まったと言えるでしょう。あとは秀吉を確実に撃破できるかどうかというところですね。秀吉の撤退を確認。味方も約半分が消耗するという、大激戦ではありましたけども、これに勝利することができました。秀吉との直接対決で勝てたというのは非常に大きいですね。はい、これで威風が発動して、周辺をね、確保できるんじゃないかという期待が持てますね。なんと威風が発動し、一つの軍か、もうちょっと欲しかったっていうのが正直なところだな。坂本城はただこのまま行けば落とせるでしょうというところなので、坂本城を落としましょう。で、家康本体、まだ余力はあるので、これで、そうだな、せっかくここまで、出撃してるのに、持ち手山まで軍を進めましょうか。何をすべきぞ。城を落としに参ろうぞ。苦戦に苦戦が続いているというところと、朝倉山と北野城とまだまだ戦闘が続いてますけどね。次は勝たせていただく。城を制しました。坂本城を確保しました。ただ現状ではこの坂本城、言うなれば離れ小島と言えるので、確実にね、この後この坂本城周辺のね、回復、これを行っていきましょう。そして秀長を捕らえるという、大戦果を挙げましたね。秀長には死んでもらいましょう。あの世で待っております。秀吉の、片腕をまさにもぎ落としたと、そういう形ですね。はい、坂本城は取ったんですが、残りのまだまだ残っていた羽柴軍の前に、ちょっと厳しくはなってきてますので、一旦撤退をしましょう。完勝とはちょっと言えない結果にはなってしまったんですが、それでもね、やっぱり秀吉との決戦に勝利できたというのはね、とても大きかったかなというふうに思っています。では、石川数正あたりを派遣して、一旦和睦を持ち込みましょうか。
今回、宇治政を通じて秀吉との停戦ですね。行いましたので、この間にね、体制を立て直したいと思います。まあ、本当にね、この、秀吉との戦いが、家康編で天下を統一できるかどうかにかかってくると思いますので、一旦ね、和睦をしてでも、回復を努めたいと思います。では、軍団を、家康の直轄も含めて5つに分けました。これでしばらくの間運用していきたいと思います。まず最前線ですね。対秀吉最前線。ここは忠勝に任せてあります。岐阜城に忠勝を、まあ、配置してですね、この後、まあ、京都、畿内へと、なだれ込んでいこうというふうに、まあ、思っています。あとはですね、織田、これがすでに、まあ、勢力としては、だいぶ衰退してきているので、これを威圧従属させて、南から秀吉、そして、まあ、本土へと上陸を果たしてきている長宗我部。これの対抗として、佐賀忠次。これを田丸城に配置。あとはですね、石川数正を、信濃一帯。そして、直政を、甲斐に配置してあります。遠江から岡崎近辺にかけては相変わらず家康が直轄するというこういう体制にしてますね。これでですね、まあ、一気にこの後の戦いを有利にと、進めていければいいかなというふうに思っています。坂本城が取れたのは良かったんですけどね、もうちょっと勝ちたかったなっていうのが、本音です。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。